はい、ケイです。今回は炎上注意、山川穂高のドスコイについてということでですね、今回は山川穂高選手のドスコイパフォーマンスについて話していきたいなというふうに思います。最後までご覧ください。はい、ということでですね、山川穂高のドスコイ問題についてということで今回は話していきたいと思います。まあ、いろいろとですね、物議を醸している山川選手のドスコイパフォーマンス、まあ、どういうねことの経緯で、まあ、こういうことが起こったのかっていうのをちょっと話していきたいと思うんですけれども、まずですね、ソフトバンクの山川選手が24日の楽天モンキーズとの練習試合でホームランを放ちました。で、その際にですね、まあ、ドスコイパフォーマンスを実施したということなんですよね。まあ、このドスコイパフォーマンスというのは、まあ、ライオンズファンの方もおなじみだと思いますが、山川選手がホームランを打った後に、まあ、ベンチ前でね、こうファンの方に向かって、まあ、ドスコイというふうなパフォーマンスをするということなんですよね。まあ、このパフォーマンス、まあ、本来であれば別に何も問題ないんですけれども、まあ、やっぱりね、山川選手がやったっていうところで非常に問題を起こしてしまっておりまして、まあ、それはね、なんでなのかっていうと、まあ、そもそもね、やっぱり山川選手ソフトバンクに移籍をした経緯として、まあ、不祥事を起こして、まあ、移籍した経緯っていうのがあったんですよね。で、その際に、まあ、しっかりこう反省の弁を述べていたっていうところ、まあ、自分を戒めてやっていきますみたいなことをですね、まあ、言っていたのにもかかわらず、まあ、移籍して一発目のホームランを打った時にもういきなりパフォーマンスをしたっていうところ、まあ、ここから本当に反省しているのかっていうところで、まあ、結構やっぱりライオンズファンだったりとかから反感を買ってまして、で、それに対して、まあ、ソフトバンクファンだったりとか、まあ、他の他球団ファンっていうところでも、まあ、SNS でかなり物議を醸す問題というふうになってしまいました。で、一応ですね、これはトースポの記事によるんですけれども、これファンだけではなくて西武の球団内からも、まあ、ため息が漏れているとの噂も出てきているんですよね。だから、まあ、このパフォーマンスに対してライオンズの球団も、まあ、あまりよく思っていないという噂も出てきております。で、ちょっとね、まあ、そのライオンズ球団関係者のコメントっていうところも、まあ、トースポの記事にあったので、まあ、それをちょっと読んでいきたいと思うんですけれども、まあ、本人は去年11月今回の FA 席を戒めと表現していましたけど、今もなお自分を戒めているとしたら、このタイミングであのパフォーマンスはどうなんですかね。人にやれと言われたってやったというのは軽すぎないですか。3ヶ月前の自分の言葉に奥行きがないというか、決意としてはやはり軽いのではというコメントが、まあ、西武の球団関係者の中から出てきているというふうになっております。まあ、やはりね、皆さんもご存知かと思いますが、まあ、FA をする際に、まあ、自分を戒めてね、行くというのことを、まあ、述べて、まあ、移籍をしてきた山川選手、まあ、ただですね、まあ、一応柳田選手にね、こうやれっていうふうに言われたみたいなことは、まあ、本人も説明はしていたんですけれども、まあ、だからといってやはり本当にね、こう反省していたりだとか、まあ、戒めているんだとしたら、まあ、それを別にね、拒否したっていうわけですよね。そんな強制的にやらされてるわけではないと思うので、まあ、ただそれを、まあ、練習試合とはいえどね、こうあっさりやったっていうところで、まあ、西武の球団関係者としては、まあ、本当にね、決意しているのか、まあ、戒めようとしているのかっていうところがやはりね、まあ、疑いの目が向けられてしまっているということになっております。で、今回は、まあ、こういったね、問題含めて、まあ、僕の持論をちょっと述べながら、まあ、この山川選手のドスコイパフォーマンスについて、まあ、話していきたいと思います。で、まあ、まずですね、これは本当に、まあ、今回のこの山川選手のドスコイを受けて、まあ、ライオンズファン、僕のこの動画を見てくださっている方の中でも、まあ、いろいろ意見考えはあるとは思うんですが、まあ、正直言って多くの西武ファンとして、まあ、いい気持ちはしないのかなというふうには思いますね。まあ、あのような形で、まあ、一応反省をしてます、まあ、戒めていきますということを述べて、まあ、移籍をしたはずの選手が、まあ、ホームランを打って、まあ、ああいったドスコイパフォーマンスをしている光景っていうところ、まあ、これを見るのはもちろん感情論も抜きにしないで考えても、やはり一部の西武ファンからしたら、まあ、いい気持ちはしないのかなというふうには思いますね。まあ、なので、やはりね、まあ、ホームランを打ったのはもちろんそれは山川選手の実力だし、まあ、それは素晴らしいことだと思うんだけれども、まあ、ただやっぱり、ライオンズファン的にはね、ああいう光景を見ると、やっぱりいい気持ちはしないのは仕方ないし、まあ、人によっては本当に反感を買ってしまうっていうのも、まあ、仕方ないことなのかなというふうに僕は思います。だから、まあ、ライオンズの球団内だったりとか、まあ、ライオンズファンから、まあ、そういったね、山川選手とドスコイパフォーマンスに対して、まあ、不満の声だったりとか、まあ、批判的な言葉っていうのが投げかけられても、僕は今回はこれ仕方ない問題かなというふうに思いますね。まあ、ただ僕も結構 X とかを見ていると、まあ、別にね、こう山川選手のことを悪くないっていうふうに言ってるライオンズファンの方もいたりはするし、まあ、別にそんなこと全然気にしてないっていうようなね、方もいたりはするので、まあ、全員が全員そういうわけではないんだけれども、まあ、ただあれを見て、まあ、いい気持ちをするライオンズファンは僕は少ないんじゃないかなというふうには
ら思いました。で、まあこういったね、まあネットでの反応とかも受けて、まあ結論僕の意見としては、まあ正直どうでもいいなっていうところなんですよね。うん、本当にどうでもいいなっていうところ。まあ僕もちょっと正直あの光景を見た時は、まあ腹立つような気持ちも正直ありましたし、まあちょっとその時はね、まあ X でもいろいろ言ってしまった部分もあったんですけれども、まあ正直やっぱ冷静になって考えると、まあどうでもいいよなっていうところなんですよね。まあ別に練習試合でホームラン打って、まあ、パフォーマンスをしようが、まあ別に他球団のね、もう選手なんで、まあ、正直どうでもいい。もう敵でしかないということなんですよね。まあ実際にこうライオンズ戦で打たれたってなったら、もう何やってるんだっていうことになるかもしれないけれども、まあ別にね、練習試合だし、まあ公式戦でもないんで、まあ実際にこうね、シーズン入ってから対戦した時に、もうライオンズのピッチャー陣に山川選手を抑えてもらう、もう絶対に山川選手にはホームラン打たれないようにしてもらうだけかなというふうに思っております。で、まあ、おそらくですね、山川選手、まあ、もちろん本当に実力は正直申し分ない選手だし、まあ、それこそ本当に日本代表に選ばれるような本当にね、まあ、選手としてはもう一流の選手だと思うんですよね。なので、まあ、正直ね、今年も普通に1年間出ればやっぱ30本40本僕ホームラン打つと思ってます。なのでやっぱりまあライオンズとしては敵として、あの今回の光景っていうのを多分何回も今年見ることになるんですよね。なので、まあもちろんね、本当に腹立つ気持ちだったりとか悔しいっていう気持ちはあると思うけれども、まあ、ライオンズファンとしてはもうあの光景僕慣れていくしかないなっていうふうに思います。だからもうそのための体勢をもうとにかくつけていく。もう一回一回ホームラン打つたびにね、あれだけもう感情的になったら本当に疲れてしまうし、まあ、正直言って別にね、山川選手が何本ホームラン打とうが僕はライオンズの選手が活躍すればいいし、まあ、ライオンズが最終的にリーグ優勝を達成してくれさえすれば、まあ、正直何でもいいので、まあもちろんね、山川選手がホームラン打つたびに、まあ、ちょっと怒りの感情を込み上げてくるかもしれないけど、もう本当に今年は、まああれに慣れていく、ああいったことともう付き合っていくしかないのかなというふうには思いますね。だから、まあ僕の結論としては、まあ正直どうでもいいし、まあいちいち過剰反応する必要もないのかなというふうには思っております。まあここに関してはね、皆さんの中でもいろいろ意見だったり考えがあると思いますので、まあそういったことはね、ぜひコメント欄の方に書いていただけたら嬉しいなというふうに思いますし、まあぜひですね、ライオンズのピッチャー陣に対しては、まあソフトバンクにやっぱり勝ってほしいっていうのもそうだし、まあ、特にやっぱり山川選手には、まあ、ホームラン打たれないように、まあ、最新の注意を払ってね、まあ、ねじ伏せていってほしいなというふうに思います。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Twitter も毎日更新しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。